先日、アリエクスプレスで、ESP32S3 関連の商品を検索したときに、ESP32S3 0.42LCD という商品を見つけました。21.8mm×18.1mm、mm、のコンパクトなボードに、ESP32S3 と0.42インチのオーレッドディスプレイが搭載されたものです。試しに一つ買ってみて、動作を試してみました。 届いたものはこちらです。本体とピンヘッダー、ピンソケットが入っています。表面にはオーレッドディスプレイがあります。USB ポートは t y p e C です。裏面にはリセットスイッチなどがあります。電源を入れてみました。あらかじめデモのプログラムが書き込まれていました。 GitHub にこのボードの仕様やサンプルスケッチが出ています。オーレッドディスプレイは SSD1306 コントローラで制御されていて I2C 接続です。SDA が41番ピン、SCL が40番ピンに接続されています。オーレッドディスプレイの解像度は横72ピクセル、縦40ピクセルです。また、ボード上には WS2812 のフルカラー LED もあり、39番ピンに接続されています。スケッチを作る前に、アルディの IDE に、o l レッディスプレイと、WS2812 のライブラリをインストールします。GitHub のサンプルプログラムでは、o l レッディスプレイは、U8G2 ライブラリで制御されていました。 これ以外のライブラリでも制御できるはずですが、オーレッディスプレイの解像度が 72×40 というやや特殊なサイズのため、ライブラリによっては対応していない場合があります。U8G2 ライブラリは 72×40 にも対応していますので、このライブラリを使うのが比較的簡単です。また、WS2812 の LED は、WS2812FX というライブラリで制御されていました。 ただ、WS2812FX である必要はなく、他の WS2812 用ライブラリを使うこともできます。東方では、WS2812 用のライブラリとして、ファストレッドをよく使っていますので、そのままファストレッドを使うことにします。U8G2 と、ファストレッドなどの WS2812 用のライブラリを、ライブラリマネージャーでインストールします。 動作を確認するために、スケッチを作りました。オーレッドディスプレイに、レッド、グリーン、ブルーと交互に表示させながら、WS2812 を、赤、緑、青と点灯させるようなプログラムです。まず、シリアルモニターを使えるようにするために、アルディの IDE で、USB 関係の設定を変更します。ツール、 USB CDC On Boot のメニューから Enabled を選択します。また、ツール。Upload モードのメニューから USB OTG CDC Tiny USB を選択します。さらに、このボードのフラッシュメモリは 4MB なので、ツール。フラッシュサイズのメニューから 4MB を選択します。 スケッチを書き込む際には、ボードを書き込みモードにする必要があります。ボードの裏側に、ブートとリセットのボタンがあります。ブートのボタンを押したまま、リセットボタンを押して手を離し、その後に、ブートボタンから手を離します。その後、RD の IDE で、このボードが接続されているシリアルポートを選択してから、スケッチを書き込みます。また、書き込みが終わったら、 リセットボタンを押します。動作の様子はこちらのようになります。意図した通りの動作になっています。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。